二階堂は覚悟したように小さく目を伏せた。すべて事実よ。だけどもさ、二階堂、何がどうあって殺したことになったんだろう。本当に殺したくて殺したのか。二階堂は両手を広げて僕を受け入れる体勢を取った。殺されようとしている。心、心臓が壊れそうなほどに鼓動が速くなり呼吸が乱れる。僕はこの場で二階堂を殺すことができる。僕は殺せるわけないだろうが、そんな。君を殺さない。だよな。そんな殺せと言われても。殺せるわけないだろう。君が凛の死にどう関わっていたのかはわからないけど、故意に殺したわけがない。それに、それよりも今一番僕が辛いのは、君が自殺したって本当なのか。罪悪感があったんじゃないのか。二階堂までもが死んでいた。あまりに重い地図がのしかかる。君が凛の死にどう関わったのだとしても、僕はそんな責任の取り方望んでいなかった。僕に君を糾弾するつもりなんてない。許すから。だからどうか。何がおかしい。その時ローンの下品な笑い声が高らかに響き渡った。笑えるね。お前は記憶もないまま人を無罪放免するのかよ。だってカレンちゃんが何の理由もなく妹を殺すわけがない。カレンちゃんが悪い子のはずありませんってか。ふざけてんじゃねえ。そもそもお前どんな立場の人間だよ。結局のところ仲間って言いながら9人だったのか、幼馴染。本当にバカな。お前に一応教えといてやる。お前が思ってるより二階堂カレンはずぶといぞ。人を一人殺したくらいじゃ死んだりしねえ。実際リンが死んだ後もこいつは平然としていやがった。何年も追い込みをかけられてそれでやっと自殺したんだ。ん？追い込み？追い込み？刺すような鋭い頭痛と一緒に記憶の映像が浮かび上がりそうになる。人殺し、教室来んなよ。京介くんの妹さんを殺しておいてどうしてそんなに普通に捨てられるの。京介くんに謝りなよ。そうか、第三者がそんなにどんどん追い詰めていっておったんじゃ。そうだ、二階堂はいじめを受けていたのだ。凛の死に二階堂が関わっている、そんな噂が広まり二階堂は迫害の対象になってしまったのだ。苦しみあえぐ二階堂、そんな二階堂をローは。ロー、お前も二階堂をいじめたのか。お前も一緒になって二階堂をなぶったのか。そうなの。そんなやつ俺が手を下すまでもねえよ。正義感に燃えたやつらが勝手に制裁に乗り出してくれたからな。まあ情報リークしたのローってことか。それ吐き口にされている二階堂を見て俺はゲラゲラ笑ってたよ。性格悪。見殺しにしたってことか。見殺しっつうかエンタメとして楽しんでたね。その人殺しがなぶられてる様を見てると胸がスカッとしてくるからな。凛も喜んでいたはずだ。みんなが自分の復讐をしてくれているってな。こんなのどこがヒーローだ。お前は凛はもういない。喋ることもできない。二階堂を恨んでいるかどうかなんて分かるはずがない。ローが勝手にそう思っているだけだ。凛を大義名分にするな。お前はただ傷つけられる誰かを眺めて楽しみたかっただけだ。楽しみたかっただけね。お前みたいなやつは別に相手が誰でもよかったんだ。
ただこの時は二階堂だっただけで、ただ弱者がいたぶられる様を楽しみたいだけだろ。え、どうする。俺が愛しのカレンちゃんが苦しむ様をニヤニヤ笑って見ていたんだとしたら、お前のことだけは許せない。俺が憎いか。うわ、煽ってくるな。当然だ。お前が手を差し伸べてさえいれば、二階堂は死なずに済んだ。凶楽者やもん。もう凶楽者やもんな。そうだよな、その通りだ。俺が助けていたら二階堂は死ななかっただろうな。このおかしいと思わないか。何がだ。何が。どうしてお前いじめを止めなかった。え、止めなかった。僕が二階堂へのいじめを止めてない。まさか。そんなはずは。いや、しかし言われてみればおかしい。二階堂がいじめを受けていたことは覚えているのに、過去の僕はそこにいつまでも介入しない。なんで止めない。まさか僕も二階堂のいじめを黙って見てたのか。そうか。ああ、見てたね。俺と一緒に仲良く傍観してたぞ。あの時は痛快だったよな。あ、覚えてねえか。めっちゃ仲良く並んでたお前ら。嘘だ。嘘をつけ。そんなはずがない。なら時間をやるからじっくり思い出してみな。自分が二階堂に何をしていたのかな。嘘だ。まさか。そんなはずがない。僕が二階堂を見殺しにしていたなんて。記憶を探る。あるはずだ。僕が二階堂を助けた記憶がどこかにきっとあるはずだ。けどいくら探ったところでダメだった。僕は常に二階堂の受けているいじめを傍観していた。そんな、まさか僕はそんなやつだったのか。するとその時、不意に一つの記憶が現れた。ん？え？あの時のプロローグのところやな。押してる。カレンちゃんだったん？女性っぽい体型やなと思っとったけど、本当に女の子だ。うわぁ、やめろ。声つながっとった。ロウ、こんなやり方は。てめえは黙ってろ。俺とこいつの問題だ。そうか。ほら、正義面もやめて、そろそろ自分のやるべきことを思い出す時間だぜ。思い出せ。最初から全部。お前が二階堂にどう惹かれたか、どう裏切られて、そしてなぜ凛を奪われたのか、全部な。そこが一番大切なところやけど。遠のいでいく意識の中、牢のつぶやくような言葉が耳に届いた。この世界を終わらせる時が来た。犯人を排除してと言いたいのか。僕は再び過去の記憶の中に探り込む。リンの助けを借りて、幼い頃から少しずつ自分を変えてきた僕は、日ごとに理想の姿に近づいていた。人を助け、仲間を増やし、増えた仲間ともっと大きな問題を解決していく。かつて思い描いたヒーローとしての振る舞いを続けられていた。ここまでは良かった。そんな僕の成長を一番喜んでくれたのはリンだった。お兄ちゃんたちはヒーローみたいだね。ねえ、今日はどんな冒険をしてきたの。
病弱であまり外に出れないリンは、毎夜目を輝かせて僕たちの話をねだった。純粋にお兄ちゃんの武勇伝を聞きたがっている子供のような。でも多分この時のリンちゃんは京介くんよりもずっと大人だったんだろうなと。僕はみんなの活躍を少しだけ脚色してリンに話した。僕の話の中で神谷は瞬時に真相を暴き出す名探偵になっていた。諸住は神谷のそばに控える敏腕秘書。おお、なんかホームズとワトソンみたいな関係なんかな。影山は数字に強く状況判断能力に優れたブレーキ役。東国は斜め上に天才性を発揮するバッドサイエンティスト。桃野はおしゃれと写真に秀でたアーティスト。町工事は単純一途で勇気にあふれた力持ち。そして二階堂は、カレンはさ、うん、今回も冷静だったよ。表情一つ、カレンって呼んでるのが、僕たちのこと見守っていてくれた。クールビューティー的な。クールビューティー。そうそう、クールビューティー。二階堂のことだけはうまく凛に伝えることができなかった。二階堂、カレン、教室で孤立していたから僕が強引にグループに引き入れてしまったのだが、もしかしたら迷惑だったのかもしれないけど、それがもしかしたらカレンちゃんを救っとったかもしれんぞ。もう一年ぐらいの付き合いだけど、二階堂が何を考えているのか僕らは未だに理解できてはいなかった。だけど、リンが一番興味を示したのだ。意外なことに、その二階堂だった。ねえお兄ちゃん、リンね、二階堂さんに会いたいな。うちに連れてきてくれる？どうしようかな。僕の将来を嫁さんになるかもしれない人かもしれないからな。聞いてみる。カレンって呼んでるからな。京介くん、この頃はみんなことを下の名前で読みよったかな。リンがねだるので、僕は頻繁に二階堂を自宅に招待した。自宅に招待されるたびに二階堂は戸惑っていたが、リンはそんな二階堂に臆することなくぐいぐい迫り、時には自分の部屋に引っ張り込んでしまったよ。アグレッシブ、リンちゃん、アグレッシブ。リンたちは女同士の話があるから、お兄ちゃんは一人で遊んでてね。リンちゃん、それはちょっとお兄ちゃんかわいそうになってくるから。そんな風に言って、一体二人で何をしていたのかは定かではない。全然性格が違うと思うのだが、噛み合うのだろうか。これは女の子同士の、女の子にしか分からないシンパシーというやつかもしれん。男の京介くんが立ち入る隙は本当にないかもしれない。とにもかくにも、小学校から中学生にかけての僕の生活は幸福に回っていた。外に出ればみんながいるし、家の中には凛がいる。気がつくと、僕は失ったもの以上のものを手にできていた。おおむね、あの日に臨んだヒーローとしての生き方ができていたと思う。これ以上望むことなんてなかった。だけどある日、リンがおかしなことを言い出した。ん？なんだ？お兄ちゃんは、早くお嫁さんを見つけるべきじゃないかな。なんで？なんでそんなことを言い出したん、リンちゃん、いきなり。妹よ、お兄ちゃんのその将来をさ、いきなりちょっと危ぶまないでくれよ。
朝食の席でいきなりリンがそんなことを言ってきたので、僕は牛乳を吹き出してしまいそうになった。リンちゃん狙っただろ、お前。牛乳を口に含んだところ狙っただろ。お嫁さん？リン、いきなり何言ってるのさ。リンね、最近よく思うんだ。お兄ちゃんは絶対一人じゃダメなタイプだって。マジか。妹にそんなこと思われてるのか。誰かがずっとそばにいないと、すぐダメになっちゃうって。いや、そんなことないだろ。最近は家事も上手くなってきたし、一通りのことはできるよ。リンはそういうことを言ってるんじゃありません。わあ、大人だな。心の話をしているの。お兄ちゃん、ちょっと目をつむって想像してみてよ。大人になった自分の姿を。わけが分からなかったが、僕は言われた通りに目をつむった。仕事が終わって疲れて帰ってきたお兄ちゃん。現実、すごい現実だけど、こう話し始めたな、お前。家の玄関を開けて、ただいまって言ってみるけど、誰もお帰りとは言ってくれません。やめろ、お前。やめろ、そんな現実的なさ、暗い将来の話をするんじゃない。そんな話をするもんじゃありません。だって、お兄ちゃんは一人暮らしだから。哀愁漂う話を始めた。嫌な上司の愚痴を言いたくても、誰もお兄ちゃんを慰めてくれません。だってお兄ちゃんは独り身だから。お兄ちゃん、そんな生活耐えられる？リンちゃんは大人だな。確かにそれは辛いかもしれないけど、今から考えると。そうな、なんでこんな小さい頃からそんな考えに及ぶのか。結婚相手を探すのは大人になってからでも。ダメダメ、お兄ちゃんは肝心な時に育児がないんだから。後回しにしてたらすぐにおじいちゃんになっちゃうよ。今のうちからお嫁さん候補を見つけておかないと。リンは一息にまくし立てると深く息を吸い、ポツリと付け加えた。リンだってさ、いつまでもお兄ちゃんと一緒にいられるとは限らないし、こないだも入院しちゃったし、いつまで元気でいられるかな。冗談でもそういうこと言うなよ、リン。一緒に長生きするって前に約束しただろ。あ、ごめん。でもね、リンもいつかお嫁さんに行っちゃうかもしれないし、うん、だからお兄ちゃんは早くリンより可愛いお嫁さんを見つけなきゃいけないの。高学年になってもまだ入退院を繰り返していたリンは、僕がいなくなった後のことまで心配してたんだと思う。ほんまに京介くんよりも大人っぽくなって。リンがいなくなるなんて考えたくもなかったが、リンがそれで安心できるならと僕は話に乗ってやることにした。わかった、わかったよ。でも彼女なんて考えたこともないからな。ああ、でもさ、無理に彼女なんか作るもんじゃないと思うよな、うん、この人好きだなと思ったら彼女を、その人を彼女にしたいなと思ってアプローチしていくもんであって、まだちょっと誰かに恋を、そういう恋を寄せたわけでもないのにさ、パッとなかなか彼女なんか作ろうとか考え始めるのもちょっとおかしな話であって。なあ、どんな人がいいと思う？そんなの簡単だよ。お兄ちゃんのことをちゃんと見ててくれる人。うん、となるとゆうちゃんだな。あそこまで来たもんな、ゆうちゃんは。もう京介くんがいればあとは何もいらないみたいなぐらいまで京介くんのことを見てたからな。もしかしたらカメラの中の8割は京介くんだったかもしれない。見ててくれる人？うん、お兄ちゃんの強がりを見抜いて辛い時に一緒にいてくれる人。まさにリンちゃんみたいな感じかな。もうお兄ちゃんのそばにいるよ。あとはどっちかが勇気を出すだけでいいんだから。うわ、
それ遠回しに、幼馴染のメンバーの中に、そういうタイプの人がいるよって言おうよな。まあ、本当、凛ちゃん、大人になっちゃって。僕の未来の彼女は、もう僕のそばにいる。凛がそんなことを言うものだから、それ以来僕は、周りの女子を、否応なしに意識するようになってしまった。僕のそばにいる女子といえば、まずは言う。京介、難しい顔してる。何か考え事？ちょっと今朝、凛がさ。それより京介、私、昨日撮ったお姉ちゃんとのツーショット。 興味ないんかい 京介くんの難しい顔、興味ないんかい この服ね、お姉ちゃんが買ってくれたんだよ。かわいい？かわいいよね。今度遊びに行くときに着ていくね。ちょっと強引だな。ゆうちゃん。若干ゆうちゃん強引やな。ゆうとは気心は知れているけど、りんの言う僕のことを見ていてくれる人とはちょっと違う気がした。 そうやな。確かに気づいたかもしれんけどさ、考え事をしている顔っていうのは、それ興味ないわみたいな感じで払いのけたな。 すごいな、ビシッて払いのけたな。どちらかというと空気を読まないタイプだし、それが優の魅力でもあった。人懐っこい妹という感じだ。他に身の回りの女子といえば、神谷君、諸角。今日は少しだけ眠そうですね。もしや昨晩も遅くまで予算案を練っていたのでは？そうか、この辺りからすでにもう神谷君のことを尊敬しとったが。もう少しで予算会議ですもんね。うちの会計係が不甲斐ないばかりに神谷君に負担が。諸角、影山の前でそういうことを言うのはどうかと思うよ。ごめん、使えない会計係で。おや、影山くん、いたんですね。興味がないのか存在に気がつきませんでした。もうちょい興味持ってあげろよ。諸角はいつもの調子で神谷を気遣い、反面影山を存在に扱っていた。もう、諸角にとって、テス君はなんだ？ボロ雑巾か。諸角が見ているものは影山だけ、神谷だけ。神谷以外の人類に興味を持つ諸角なんて、想像することすらできない。この調子だったら、京介君のこともそれほどよく見られてないかもしれない。桜井君もいたんですね。いつの間に。やめて。お前の中のセンサー、狂いしすぎだろ、お前。最初からいたよ。僕にも興味はないようだ。自分のことを認識すらしてくれない女子と付き合うのはどう考えても無理だろう。そうやな。だから、諸角も、凛の言う、僕を見てくれている女子とは違う。むしろ真逆やな。他のおうちのグループの女子はといえば、僕は次に、ベンチで町工事と会話をしている遠くの方へと目をやった。つまりマルチバース宇宙論においてはね。もうこの時期からすごい難しい言葉を使うんだね。なんだ、マルチバース宇宙論とか初めて聞いたわ、お前。バースって聞いたら、プロ野球選手のバースが出てこんぞ、お前。宇宙の内側に宇宙が生まれ、その宇宙の内側にまた宇宙が生まれ。お前の言葉からどんだけ宇宙という言葉が出てくるんだ。詰まるところイデコなんだよ。マトリョーシカというのが正しいのかな。よくわかんねえけど、なんだかバームクーヘンみたいだな。バームクーヘンもよくわかんねえよ。無限に食えるバームクーヘンあったらおやつに一生困んねえよな。バームクーヘン好きなんだな。ユリア、そういうの作る研究とかしてねえの？バームクーヘン、君の連想力には恐れ入ったよ。理論上は無限バームクーヘンも可能かもしれないなんか、なんね。だかんだで噛み合っとんじゃ。タイプが全然違うのになんだかんだで噛み合っとんじゃ。隣り合う平行世界と
一時的に世界を重ね合わせることでバームクーヘンがある状態を維持し、はあ、こう見たらさ第二章思い出すな。京介くんと3人で歩き回ったあの時を。会話は全く噛み合ってないのに道具は楽しそうに語っている。あれは半ば独り言のようなものなんだろう。物理という世界に夢中な東北アリアが、東北ユリア、なんだアリアってなんだ。東北ユリアが、色恋沙汰に興味を示すことなどきっとない。人当たりはいいが、ある意味、諸角より他人への興味は希薄かもしれない。だから、東北も違う。あと、残った女子はといえば、カレンちゃんである。僕は最後に二階堂の方へと目をやった。今日も彼女はフェンスの際でぼんやりと空を眺めていた。誰とも絡むことはなく、一人思案に潜っている様子って思うかな。時々ユウや東国が一方的に話しかけてはいるが、二階堂は、ええそうねとぼつりとぼつりとぼつりと返すのみ、うん、我が道を生きるタイプか。多いうちのグループの中においても二階堂の孤高っぷりは際立っていた。やはりグループに引き込んだのは迷惑だったのかもしれない。僕は改めて二階堂を観察することで彼女への罪悪感を再燃させた。二階堂への申し訳なさに、彼女探しなんて陽気な真似をする気も失せてしまった。そうか。二階堂はやはり人を好むタイプだったんだ。あ、一人を好むタイプだったんだ。僕に気を使ってここにいるだけなんだ。何とかしてあげないと。と、どうなんだろう。それが思い違いであることに気がついたのは、それから一ヶ月後のことだった。思い違いだった。その日、僕たちは地域で開催されたドッジボール大会に参加していた。当時、イベントというイベントに顔を出していた僕たちが、こんな面白そうな大会にエントリーしないわけもなく、この日に向けて猛練習を重ねた僕らは優勝を目指して意気込んでいた。おお、すごいおい。青春僕なんて来たな。とうとうこの日が来たね。練習通りにやればきっと勝てるよ。大切なのはフットワークだ。みんなで息を合わせよう。うん。うお、燃えてきた。対戦チームを一人残らずボールでなぎ倒してやるぜ。すごい意気込んでるな。僕は外野で指示を出すからね。昨日シミュレーターで対戦相手の動きはバッチリ予測してきたから任せなよ。うわ、参謀めっちゃすごい参謀。試合に向けて高ぶるメンバー、その表情には自信が読めん。本来の力を出せれば僕らはきっと優勝できるはずだったけれど、どうした。僕はその日ひどく体調を崩していた。あ、朝起きた瞬間からめまいがしたし、体が自分のものじゃないようだった。リンには欠席を促されたけど、リーダーとしてそんな無責任なことはできない。今日一日何度か騙し騙しやるしかないと密かに気合を入れていた。気遣い屋の影山の目は要注意だけど、僕にだって長らくリーダーを続けてきた自負がある。ごまかしきる自信があった。みんな、もうすぐ1回戦だね。8人が集まった。ねえ、心を一つにするためにここらでエンジンでも組んでみようよ。目に力を込めて声に活力を弾ませる。いつも通りの僕を備えている。うんうんうん、エンジンいいね。私、京介の隣通った。
あー出た、京介大好きのゆうちゃん。神谷くん、お隣よろしいですか。影山くん、ちょっと邪魔なのでどいてもらって相変わらずだな、お前は。どうぞ。よー、入れ替わった。ユリア、肩車してやるぞ。さあ、乗れ。肩車しちゃったらエンジンじゃなくなるし。どうしていきなり肩車を促されるのか、そこに一辺の論理性すら見出せないけど。うん、せっかくだからお願いするよ。よかった、誰にも気づかれた様子はない。僕は密かに安堵の息を吐いた。その時、首筋に当てると落ち着くわ。わあ、気づかれてる。二階堂が横から濡れタオルを差し出してきた。私も風邪の時はいつもタオルを首筋に巻くの。バレてる、よく見てんな。息が止まりそうになった。二階堂は明らかに僕の体調不良を看破していた。マジかだ、見てたんだな二階堂。カレンちゃん、僕の演技がこうもあっさり見抜かれてしまうだなんて。それもまさか二階堂に。あんなに僕らに興味がなさそうだった二階堂に。僕は激しく動揺しながらもその後も演技を続け、結局二階堂以外には不調を悟られることなく一日を終えた。高熱で意識が朦朧としていたせいか、その大会で僕らがどんな成績を収めたのかはよく覚えていない。優勝したような気もするし、一回戦で負けたような気もする。だけどこれだけは覚えてる。大会終了後、一人会場を後にしようとした二階堂の背に必死に追いすがり、僕は聞いたのだ。カレン、どうして僕の具合が悪いって気づいたの。二階堂は少し目を伏せて身を翻すと、そのまま行ってしまった。その背を見送りながら、僕は自分の中の二階堂像を急速に改めていった。興味はなかったわけではない、ちょっとシャイなだけなのかもしれない。二階堂は僕らに興味がないわけじゃない、むしろ誰より僕らを思っていたんじゃないか。僕らに関わらないでいたのでは、ただ単に自分に自信がないからなんじゃないか。だからまるで空でも眺めるように遠目から僕らのこと、そうか、クールを装いながら、その実僕らを大事に思っていてくれたのかもしれない二階堂。本当は仲良くしたいのに素直になれない二階堂。ツンデレってやつだな。ツンデレかこれ、なんか違うな。微動だにしない表情の隙間から僕の強がりを見つけ気遣ってくれた二階堂。そう反省を抱える二階堂の内面を想像すると、これまでの彼女の仕草一つ一つがなんだか可愛く思え、え？ドクッと心臓は鳴った。あら、恋しちゃったよ。それが二階堂への恋心であることに気がつくのに時間はそうかからなかった。マジか、僕のことを一番よく見てくれているのはカレンだったんだ。なるほど、これは確かにユウちゃんも嫉妬するわ。